今日はスーパーサイヤ人になっていきたいと思います。せーの、レッツゴー。え、あ、そういうことね。 OK、 レッツゴー、レッツゴー。ちいさくチャンネル。どうやってなの？スーパーサイヤ人ってさ、こうやってなってるイメージあるじゃん。だからまずアイロンで立たせて、ちょっと温めておく。眉毛、眉毛ってどうなってる？釣り眉？違う、黄色眉毛。あ、黄色なんだ。黄色か。で、ここも黄色。立たせて、で、ここも黄色。立たせて。あ、熱い。大丈夫？あ、これさ、立たないかも。待って。待って、一回温める。温めて、そう、待ってね。温めさせて。適当にちょっと下がって。違う、あのね、これ癖付けだから、こうやって一回結んでおく。え、結んでおく。違う、取んないで。後で立つようにするから。ふざけじゃないよ。じゃん。それ温めるやつ。そう。キーンですよ。熱いよ、そんな。はい、じゃあ一回この状態にしておきます。そしたら、なんかさ、顔がさ、顔もさ、なんか筋肉ついてんじゃん。影つけていこうかな。そう、どいて。まあ、そんな変わんないけどな。問題は目だから。うん、眉毛やっていく。ちょっと。触ってていいから。はい、こっち見て。眉毛太いね。描くとこないよってね。太くなりすぎてるからコンシーラーで、あ、やばい。待ってね。何？はい。いいよいいよ。いい感じよ。やめてやめて、やめろ。スーパーサイヤ人ゴッド。やば。こいつはいない？ドラゴンボールで。いそうだよね。
たらなんか眉毛と目がなんかね近かった。近くってる。そうだから多分無理なのよ。だからねちょっとできるかわかんないけど新たに目を作ります。ハルタの目じゃなくて別の目を使うの。無理がありそうだね。眉毛めっちゃなんかあるじゃない。描いたんだよ。妹綾子やね。じゃあ目描いていくわ。じゃあ第2の目です。目つぶって一回。目つぶって。ほら、目つぶって。目つぶって。目だよね。よくない？じゃあ、悟空なんですけど、なんかあれだね。全然なんかできないの。これでいい。まあまあ立ってる。スネ夫みたい。ね、そうだね。したらじゃあもう一回髪の毛やります。スネ夫みたい。ウィス悟空みたい。そうなの？ウィス悟空。でもさ、よくない？ちょっと降りて。スーパーサイヤ人。危ない。なんで立たないの？大丈夫？スーパーサイヤ人。はい。はい。スーパーサイヤ人。うんだ。これはスーパーサイヤ人だ。ハルタ、ハルタ、待って。ハルタ、待って。ハルタ。ハルタ。ちゃんと、はい、ということでできました。これ、はい、目つぶってみて一回。はい、もうこれは悟空です。じゃなくて、まあ、スーパーサイヤ人です。できました。ということで